私は30歳の OL、あやか。外資系の投資会社に勤めている。夫の拓也とは3年前に結婚して以来、義実家で同居している。拓也の勤め先は県庁だが、非正規の契約社員で、いつ契約を打ち切られるとも知れないので、少し将来に不安がある。私が同年代より稼げているから、夫婦で助け合えばやっていけると考えていたけれど、今にして思えばこれが間違いだったのだろう。拓也が非正規雇用でも公務員にしがみつくのには理由があった。義両親はどちらも県庁に勤めていた元公務員で、未婚で実家暮らしの義妹は現役の市役所の職員。公務員を何より偉いと考えているような一家だった。親の考えにすっかり染まっている拓也も転職をする気はないようで、正社員になった方が安定するんじゃない?と何度か助言してみたが、公務員じゃないなら無職の方がよっぽどいい!と堅くなだった。夫の家族は民間企業に勤めている私を下に見ていて、日頃から私の仕事を露骨に馬鹿にする。外国の会社に勤めているなんて恥さらしだ。人の生活をないがしろにしてお金儲けばかり考えているんでしょう。民間なんて公務員になれなかった落ちこぼれが働くところでしょう。妻の私がこんなことを言われても、夫はかばったり味方になってくれることはなかった。夫は非正規雇用であることを親には隠していて、私にも口止めをしている。そればかりか、嘘の昇進の話をでっち上げて自慢げに話すことさえあった。虚栄心が強く、自分の肩身が狭くならないように、私を体のいいサンドバッグとして差し出していたのだと、随分後になって気づいた。そんな扱いを受けるうちに、夫への信頼や愛情は少しずつ目減りしていった。ある日の夕食の時、夫の収入が話題に上がった。今はいくらくらいもらっているんだ?この頃には、私と夫にはかなりの収入格差があり、コンプレックスもあったのだろう。親の前では出世頭の県庁職員として振る舞っている夫は、とっさに私の額面を答えた。夫を公務員として信じて疑わない義父は、今はそんなにもらえるのか。そう言って純粋に驚いていたし、義母も将来有望だと喜んでいた。さすがに気まずくなったのか、夫は急に話題をそらした。それよりさ、この前住宅メーカーの人が来てたけど、リフォームでもするのか?目が泳いでいる夫のことが哀れで、私も話題転換に乗ってあげることにした。もしリフォームされるならキッチンを、言い終わる前に、義母に怒鳴りつけられた。嫁の分際で家族のことに口を出すんじゃない。義母は何かにつけて私のことを目の敵にしている。私が夫の給料を受け取りお小遣い制にしていることも気に食わないようだ。夫の嘘を信じて夫が大金を稼いでいると思い込んでいるのだから無理もないが、本当のところは生活費の負担はほぼ私で、夫の発給はすべて夫のお小遣いに回されている。嫁である私のことは家政婦くらいにしか思っていないのかもしれない。その後、住宅メーカーの担当が何度か家を訪ねてきた。私は一切相談には参加させてもらえず、追い払われることが続いた。この家の人は食事の支度も洗濯も誰も手伝わないので、家事のすべても私が担っているというのに。実績さえ上げていれば残業不要で定時に帰宅できることだけが救いではあったけれど、
罵られながら家事も仕事もし、自分ばかりがお金を出している状況を不公平だと思う気持ちはどんどん膨らんでいった。一方、夫は会社のパソコンを家に持ち帰って作業をしながらイライラしている日が多くなった。セキュリティ対策や情報保護の観点から大丈夫なのかと心配で声をかけたが、お前には関係ないだろ。そんなことを言う暇には掃除でもしろ。白球のくせに随分偉そうだ。なんて自分勝手なんだろう。悲しいというより呆れの方が強くなった。私は仕事に行き、帰宅してからは家事に明け暮れ、夫の家族から無視をされたり罵倒をされたり、定款とともに日々は過ぎていった。季節がいくつか過ぎた頃に、義両親たちは引っ越しの準備を始めた。私は全く知らなかったが、リフォームではなく新築住宅を建てることにしていたらしい。それも、義妹が婿を取って同居することを夢見た三世帯住宅だそうだ。そんなお金はどこにあるのだろうと思ったが、何も言わないことにした。夫は荷物をまとめる様子がないから、もしかして引っ越しするのは義両親だけで、私たち夫婦はこの家に住み続けることになっているのかもしれないと夫に尋ねてみた。あなたは引っ越しの準備をしなくていいの？なんで俺がやるんだ。荷造りはお前の仕事だろ。私は引っ越し先も日程さえも伝えられていない。準備を頼まれてもいない。それなのに私がやるのが当然だと思っているのだろうか。馬鹿にするのも大概にしてほしい。すっと目が覚めるような気がした。今までかすかに残っていた愛情や同情がすべてなくなった瞬間だった。夫には愛想が尽きたし、義両親の言動も我慢ならない。だから私は荷物をまとめるとき、自分のものと夫のものは別々の箱へ詰めていった。それから一応何度か引っ越しの日程を尋ねてみたが、準備だけしっかりできていれば、いつでも引っ越しできるだろう。と、相変わらずの物言いだった。ひどい話だが、その時の私は、もう決意を固めていたので、あまり答えなかった。そしてとうとう日取りが知らされることはなく、業者がやってきたことで、今日が引っ越しだと知ったのだった。あんたまで一緒に新居に来るつもりなの？義母のこんな言葉にももう驚きもない。引っ越しを機に私を追い出そうと目論んでいたようだった。拓也は義母と同じ考えなのか、薄笑いを浮かべるだけで何も言わない。ひどい夫だ。改めてもうこんな夫はいらないなと実感した。あんたの何もかもが気に入らない。これからは家族だけで暮らすから、あんたは出て行きな。だいたい帰省中の嫁の分際で厚かましい。拓也の給料でローンを返済するんだから、ごくつぶしは邪魔なんだよ。今までの生活は私の給料で成り立っていたことを、ついぞ知ることはなかったらしい。もう少しの辛抱だ。拓也の給料でローン返済をすると聞いて、吹き出すのをこらえるのに苦労した。わかりました。お母さんのおっしゃる通りにします。ですから、拓也さんとは離婚します。私は笑顔で答えた。夫はそんなつもりなかったようで驚いた顔をしていたが、嘘をばらすわけにもいかないようで、結局黙ったままだった。本当に情けない人だ。私が動揺したりうろたえたりしないことは義母にとっては予想外だったのか、何事かわめいていたが、痛くもかゆくもない。義父と義妹に連れられて引っ越していった。離婚届を送るからと
夫から住所を聞き出し、友達の車を借りて荷物は運び出して私は実家に帰った。後日、記入済みの離婚届を持って訪ねた拓也たちの新居は、ずいぶん立派なものだった。インターホンを押すと、拓也と義母が出てきた。やっぱり公務員じゃない出来損ないは役に立たなかったね。やっと縁が切れるわ。まだ嫁いびりが足りなかったのか、口の減らない義母だ。私も少しだけ嫌味を言ってあげることにした。とても立派なお家ですね。お高かったんじゃないですか？拓也さんのお給料だけで大丈夫ですか？もうあんたは他人なんだから、口を出すんじゃない。拓也はまだ役職好きの公務員ということになっているらしい。きっとこれから苦労するだろう。青ざめる拓也の情けないありさまをもっと眺めていたかったが、義母が今にも爆発しそうなので記入をせかし、その足で離婚届を提出した。元がついた夫一家のことはすっかり忘れて、自分の生活を取り戻していた頃、知らない番号から着信があった。もう一度やり直そう。お前が謝って戻ってきてくれれば元通りになれるんだ。ローンも光熱費も払えなくて困ってるんだよ。電話も止められてるから、これは友達の携帯を借りてるんだ。都合のいいことを言うバカな男だと思った。婚姻中、義実家連中から私が罵倒されてもかばうことはなかったのに。離婚する時も義母の言いなりで引き止めもしなかったくせに。立派な公務員の妹さんに払ってもらえばいいじゃない。お父さんやお母さんも退職金をたくさんもらっていたんでしょ？親父たちの退職金はもうないんだよ。妹も借金を抱えているし。なんと、義両親は投資詐欺に引っかかっていたそうだ。それでも生活の水準を落とすことは考えられなかったようで、詐欺にあってからも高級品を買い、年金は借金の支払いに回されていたらしい。私に辛く当たっていたのは、投資会社に勤めていたことも一因かもしれない。だからといって許せはしないけれど、義妹の方は悪名高いリボ払いに手を出して買い物をした結果の借金らしい。一家揃って呆れたものだ。それに契約を切られて無職になったんだ。職場からデータを持ち出していたことが問題になったそうだ。私の忠告を無視した罰が当たったというよりか、当然の報いだ。誰も彼もプライドばかり高く、遠慮というものを知らない上にわがままだ。私の給料がなくなり、家事のやり手もいなければ、生活が立ち行かなくなるのが、拓也にはわからなかったのだろうか。よりを戻す気などさらさらない。こんな人と関わりたいと思う人はいないだろう。泣いて頼み込む拓也に、はっきり断って電話を切った。何度か知らない番号からの電話がかかってきたが、無視を続けるうちにそれもなくなった。それからしばらくして、元夫家族のご立派な新居の付近を通りかかったが、そこは売り家となっていた。ローン返済が滞り、すぐに売りに出したと人づてに聞いた。しかも、連帯保証人の親戚にも迷惑をかけたらしく、親戚中から白い目で見られているようだ。因果応報とはこのことだ。私は嘘つき一家から逃げられて本当に良かったと思った。今私は快適な一人暮らしを満喫している。